はい、本日はですね、12月に買ってよかったものをトップ5を紹介していきたいなと思います。まあ、これ毎月恒例のですね、買ってよかったものシリーズになっててですね、11月の段階か。で、来月はおそらく多分1年間のやつ出すと思いますよって言ってて、では1年間のやつ出そう、2020年買ってよかったもの出そうと思って動画作ろうと思ったんですが、その前にですね、ようよう考えたら12月も結構買い物してるやないかいということで、ずらっと後ろに並べてみたんですよね。で、まあ、例えばヒマラヤンパーカーとかね、このオレンジの言うとナンガのやつですよね、とかあったりとか、あと白のパンツもそういや買いましたよ、買ったとかね、アセーター買ってたよねとかアークテリクスのカッパフーディー買ってたよねなんてね、いろいろ言ったら、手袋も買ってたよねなんて言ったりとかしてるんですけど、まあいろいろ買ってたら、ようよう見たら40万ぐらい総額で使ってたんですよ。40万総額で使っといて、買ってよかったものシリーズちょっと出さんのはちょっと僕のお財布的にもちょっと厳しいななんて思ってですね、まあどうせ40万も使ったんやったら、まあこの中で買ってよかったものっていうのもですねありますので、紹介していきたいなと思います。まあなので今日はですね、12月に買ってよかったものってことなんですけど、来月じゃない、もうあと1日2日3日後だから、もう近々今年買ってよかったものっていうのを動画出しますので、まあそれは1年間使ってよかったもの、まあ洋服もそうやし、生活用品とかもそうなんですけど、それは紹介していくっていうことで、今日に関しては洋服を、まあ、紹介していきますので、ちょっといつもと若干違うところっていうのが、洋服これ並んでるやつから紹介していくんですけど、いつもでだいたいトップ5で5、4、3、2までいったら番外編っていうのが映るんですね。でその番外編の時に、まあなんか肌のなんかケアとか、誰がそんなもん興味あんねんみたいなことを紹介していくんですけど、今日に関してはちょっとそれはなくしにさせてくださいっていうのも、一応この年末に買ってよかったものっていうところで、僕追加で買ったりしてるものもあるんですよね。だから今それ言っちゃうと、ちょっと年末に買ってよかったものにバレちゃうというか、影響しちゃうこともあったりするので、まあそれやったらもうちょっと番外編は今日はなしにして、近々もう 2,3 日後に多分買ってよかったもの出すので、まあそこで番外編も掘り込まれてくるし、洋服の買ってよかったものも掘り込まれてくるっていうことになってますので、今日に関しても洋服 5,4,3,2,1 っていうところでもうスパッと終わっていきたいなと思いますので、もうその順番でお話していきたいなと思います。すいません。そういやですね、これ出すの忘れてました。この1年間共に歩んでくれた、このハンガー棒と、ハンガーですよね。ハンガー棒というのが正しいかわからへんけど、まあ、これはもう1年間しっかり愛用してきて、また来年もよろしくなっていうことで、第5位に行きたいなと思います。では第5位っていうのが、こちらのノースフェイスのヒマラヤンパーカーになります。もうこれはですね、やっぱ届いた瞬間から袋がパンパンですごかったんですよね。で、大体ダウンジャケットってこうオンラインで買われる方わかると思うんですけど、最初ペタンコの状態で来るじゃないですか。ペタンコって言うと、まあそんなペタンコではないけど、まあまあちょっと閉じたような状態で。で、袋から出してあげるとふっくらちょっとずつ1時間2時間経ったらふっくらしてくるっていうのはあると思うんですけど、このヒマラヤンパーカーに関してはもう袋に入ってる状態から、これすごいなと思うぐらいのダウンの量やって、まあ、これは確かに人気あるわなと思って、第5位にします。で、まあこれはですね、900フィルパワー以上のダウンジャケットで、僕今まで持ったことなかったんですよね。まあ、想像では相当あったかやろなと思ったけど、まあ、初めてこれを900フィルパワーのダウンジャケットなんですけど、まあ、もうすげえなと思って、やっぱ900とかまでちょっとレベルが変わってくるなっていうのを、まあ、体感できたっていうところで、まあ、このヒマラヤンパーカーはまあ買えてよかったなと思います。だからまあより、まあ、あとこれを買ってからナンガとかも買ったりしてたんですけど、やっぱ900を体感してから、あ、こんなちゃうんや、別世界なんやっていうのが分かって、940行ってみたいとかしてるんですけど、まあ、次もね、また1000とか行ってみたいなとは思ってはいてるんですけど、まあ、1000行ってみたいで、ただ買うだけやないかいということで、偉そうになんか挑戦するみたいな言ってる、戦うだけやないかいということなんですが、まあ、そんな感じで、とにかくダウンのフィルパワーの凄みっていうのをめちゃくちゃ体感できた一着になってるっていうところで、まあ、第5位かなと思います。では次第4位に行きたいなと思います。こちらのハーレーオブスコットランドのセーターになってます。で、まあこれは何がいいのかというとですね、僕もともとセーターがあんま好きじゃないですっていうのは言ってたんですよね。なんでかって言ったら、これやっぱセーター、ウールのセーターって洗うと縮むっていうのがやっぱどうしても嫌で買わなかったんですとは言ったものの、なんでこれが一番良かったかっていうとですね、これやっぱ色なんですよね。この色味がそのマッシュルームっていう色味なんですけど、こんな色味見たことないでっていう絶妙な色味してませんか、これ見る限りも。で、いかにもこれ誰でも合いそうな感じだし、まあ僕今髪の毛茶色やけど、黒髪とかでもめちゃくちゃ合いそうじゃないですか。で、何やったか女子受けしそうやなっていうことで、これ着て女子と一緒に外に歩くっていうのってなんかこうイメージつくじゃないですか。あ、確かにホットコーヒー飲んでそうやなみたいな、ヒゲ生やしてみたいな、まあ、そういうね夢を言ってはいてるんですけど、我が家にはしっかり可愛いお嫁さんがいてますので、他の女性とは行くつもりはないんですけども、まあ、ちょっとねコロナの状況でなかなか外はできないんですけど、まあ、こういうのはもう昔からあるセーターなんで、やっぱこのウールならではのこの独特な質感というか、あったかそうな質感もそうやし、まあ、実際着てみてもあったかいんですよね。で、色も、どんなパンツにも合わせる、もう
ったらデニムとかも絶対合うじゃないですか。まあ、こういった感じで合わせても全然合うし、黒パンでも合うし、まあ、白パンでも合うし、まあ、白パンで合わせてるのは以前レビューで紹介してるんですけど、まあ、何にでも合わせやすいっていうのが良かったんちゃうかなと思います。まあ、ただ第4位になってるところってやっぱ洗いなんですよね。洗濯どうすんのって言われた時にこれはもうクリーニングに出すしかなくなってくるし、ほんまはセーターってクリーニングに出さん方がいいとも言ったりするんですよ。なんでかって言ったらこの外側に動物の油があるんですよね。だからそれを取っちゃうのはあまり良くないって言われたりもするので、まあ、ブラシで磨いていってあげるっていうのが、撫でていってあげるっていうのが一番正しい、まあ、使い方になってくるとは思うんですけど、まあ、その辺はねまたまた春ぐらいにちょっと紹介できればなと思いますので、まあ、これは第4位かなと思います。合わせやすさと色ですね、これに関してはというのが第4位です。では次第3位というのがこちらのグローブですね。こちらのグローブはですね、ノースフェイスのフリーライドなんとかっていうグローブになってて、まあ、下にね正式名称出てると思うんですけど、ゴアテックスっていう完全防水のグローブになってるので、まあ、分かりやすく言ったらスノボーとかなんかでちゃってはめたりとかできますし、で、まあ、防寒性もめちゃくちゃ高いし保温性も高いんですよね。中に綿も入ってるからじーっとしてる時とかにこれパッてつけてあげるとめちゃくちゃあったかいし手が冷たいっていう感覚が全くないんですよ。普通に適用みたいな感じで、これつけとったら寒いと思うことないやろうなと思うぐらい、まあちゃんと作れてて、まあ、ただこれレビュー動画でも言ったんですけど、やっぱ操作性はそんな良くないんですよね。実際つけててこう手が動きやすいですかって言われたら、まあ、そんなに動きやすくはないので、僕は個人的にあんまりバイクとかはおすすめしないんですよね。やっぱ安全性とかにも関わってくるし、それで事故されたら困るから、あまりバイクはどうかなと思ったりするんですけど、まあ、外でねじーっとする時なんかは良かったりするので、まあ、これちょっと特殊な人で、僕とか結構どっちかって言ったら外で検証したりする時とかってこれつけてるんですけど、やっぱじーっと10分間しとかなあかんとか、ともすれば5着ぐらい着やなあかんかったら50分ぐらいじっとしやなあかん時って、今後もノースエース最強動画作ってみたとか、あとは、ダウンジャケット13着の中どれが一番最強のあったかいダウンジャケットかっていう比較もまた撮ろうと思ってるので、そういう時なんかには絶対これ重宝するやろなと思って、まあ、今回第3位に選んだんですけど、普通の一般の方とかやったらあんまり外でじっとすることってないと思うんですよね。そう考えたら、まあ、一般の方受けはせえへんとしても、まあ、僕みたいにちょっと特殊ですよね。ずっと外にいてるじっとしてるタイプの人なんかには、まあ、使えるんじゃないかなというところで、こちらが第3位ということになってます。これに関してはですね、取り扱いも楽なんですよね。普通に洗濯機に掘り込んで洗濯機でバーって回すだけで全然問題ないんですよ。だからちょっと汚れたなと思ったらパーって取ってネットにだけ入れて洗濯機にポーンと掘り込んで普通に洗ったらいいだけなんで、これ取り扱いも楽っていうことで、こちらが第3位ということになっております。では第2位というのがこちらのエクワックスレベル7になってます。もうこれはですね、そういや、お前そういや12月の上旬買ってたなって感じで、ちょっと忘れられてるようなぐらいの感覚やと思うんですけど、これ僕よく私服で着てるんですよね。で、どんな時にじゃあ着てんのと、おかんはどんな特徴って言ってたって言ってみって言ったらですね、やっぱりこれは居酒屋でめちゃくちゃ着れるんですよ。だから別名居酒屋ジャケットと言っても過言ではないぐらい、まあ、居酒屋ジャケットってお前こんなもん居酒屋に着ていくために作られたわけちゃうよってことなんですけども、まあ、特にですね、我が家ってあんまり誰もタバコも吸わへんし、なんていうんですか、そういうなんかアロマ焚いたりとかもせへんから、結構匂いに、まあ、嫁も敏感で、僕も結構タバコ吸ってへんから結構敏感なんですよ。ってなった時に居酒屋行くじゃないですか、まあ、やっぱタバコ吸ってある方ももちろんいてはるし、で、まあ匂い、居酒屋臭が服ってつくじゃないですか。で、例えばこんなフリースとかなんかはね、これをそのままピュって脱いで洗ったらいいだけなんですけど、ダウンジャケット洗えんのかいいうことになってきたら、ダウンジャケット洗われへんからちょっと外に干しとこうかみたいな、ちょっと気休めなるかとか、ファブリーズシュッシュ振っとこうか、なんか気休めなるでしょうとかってなってくると思うんですけど、このエクワックスのレベル7に関しては、中綿がしっかり入ってるのにもかかわらず洗濯機で丸洗いできるんですよ。だからちょっと居酒屋行こうかってなったりとかして、居酒屋行きました、でやっぱ帰ってきたりしたらちょっと居酒屋臭するなってなったりすると思うんですけど、一番地獄なのが次の日ですよね。朝起きてパッて見たらめちゃくちゃ居酒屋の匂いするやんって、昨日の夜はあんま酔ってて感じひんかったけど、次の日の朝冷静になって見てみたらめちゃくちゃ居酒屋の匂いして、これもんですやんっていう時あると思うんですよ。そんな時なんかはですね、もう普通に洗濯機で丸洗い、そして乾燥もできる、ほんならもう出来上がったらそのまま切れるっていうことになってて、特に中綿の保温性が下がるとかも全くないし、生地が弱まるとかも全くないから、もう全然普通に洗濯できるんですよ。ってなったら、普通のダウンジャケットやとちょっと洗濯ができないので、気軽に居酒屋に着ていかれへんというか、まあ居酒屋以外もちろんそうやと思うんですけど、例えばパチンコする方とかやったら、やっぱそのタバコの匂いがするって、まあ今はタバコ吸ってないかな、ちょっと分からへんけど、まあ、そういう風になんかこう匂いのつく場面ってあるじゃないですか。そういう時なんかにはもうこれを着ておけば、一応一軍ジャケットなんですけども、なんか多様的というか、まあ、もしも匂いがついたってなんてことないし、で雨がいきなり来てめちゃくちゃびしょびしょ濡れたってなんてことないし、普通にまた洗えばいいしっていうことで、取り扱いがめちゃくちゃ便利なんですよね。だからそれが4万円ぐらいで買えるっていうことなんで、まあこれ毎年ね出てるアイテムで、特にこの色味、僕が今着てるのって同じ米軍のジャケットなんですけど、こういうこの色味のタイプが
中綿であるんですよ。今回ブラックって珍しいんですけど、大体この色味なんですけど、あの須田モデルですよね、よく言うなら芸能人の須田まさきさんが着てるというモデルになってると思うんですけど、まあそれとかやったら毎年でも出てますので、まあまた来年も出るやろうし、ブラックはちょっとどうなんかは知らないんですけど、まあそんなところで取り扱いがめちゃくちゃいいっていうところで、思ってるより良かったっていうので第2位ということになってます。ちょっと舌が回らなくなってきたので第1位に行きたいなと思います。ではハイアル第1位というのがこちらのナンガのホワイトレーベル最強ダウンジャケットになります。もうこれはですね、圧倒的に1位だったんですよね。まあ、それこそ他にもアンタークティカバーサロフトとか、あとカッパフーディーとか、まあいろいろ有名なノースフェイスを代表するアイテムとか、アークテリクスを代表するアイテムもあったんですけど、もうちょっとこのナンガのホワイトレーベルのこのダウンジャケットに関してはちょっと別格やったんですよ。まあ、何が別格って言ったら、もう圧倒的に、まだ検証とかしてないんですけど、保温力がめちゃくちゃ高いんですよね。でまあそれはそうということで、この中綿がさっきノースフェイスの5位のやつが900ヒルパーって言ったんですけど、これ940ヒルパーなんですよ。でその940の中でも世界でもトップ1位2位に入る国のダウンを使ってるんですよね。だからもうめちゃくちゃ質がいいし、めっちゃあったかいんですよ。でそれこそ僕基本的にダウンジャケット着るときって中ロンT1 枚とかだけなんですよ。あんま中着込むっていうことしないんですけど、1枚だけなんですけど、これに関してはもうロンT1 枚で普通に夜とか4度とか3度とかで外でも全く寒くないし、襟元も高いからめちゃくちゃあったかいんですよね。だから僕ダウンジャケットの中で今まで台湾のダウンジャケットが一番気に入ってはいてたんですけども、これもちょっとトップ3とか1位2位ともすれば入るでっていうぐらい、まあ、気に入ってるダウンジャケットになってるので、これはちょっと予想外やったというか、正直ここまでいいと思ってなかったんで、まあ買ってよかったかなと思います。でですね、まあもちろんちょっとチープな作りとかもあったりするんですよ。ベルクロとかちょっとチープやなってレビュー動画でも言ったりはしたんですけど、ただここまでのクオリティでこのダウンジャケットを他のメーカーのタグこれもしつけたら、まあ、軽く十何万はいくやろなと思うんですよね。って考えると、まあ、日本メーカーがやってるが故にその変なこの輸送の税金とか余計な諸経費がかかってないので、コスパ的にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと。9万円でここまでのクオリティ作れんやったら、ちょっと正直、まあ、他のノースフェイスもそうやし、まあ、カナダグースもそうやし、ミズサーダウンもそうやし、ちょっと驚異的に感じるレベルなんちゃうかなと思えるぐらい、まあ、クオリティがめちゃくちゃ高いんですよね。だからまあ最高級を作ろうと思えば、多分このナンガのホワイトレーベルからこれは9万円ですけど15万円ぐらいの価格帯のもので、もっとベルクロを高級にしたりとか生地をもっと高級にしたりとか、もっともっとできることはあると思うんですけど、ただ15万を払う人が一般的にいてるんかって考えた時に、まあ多分9万ぐらいに落ち着いたとは思うんですけど、まあ、そう考えるとコスパは多分一番いいんちゃうかなと思えるぐらい、ダウンジャケットとしての性能はかなり高いとは思います。まあただね、月々好みはあると思うので、まあどうかなとは思うんですけど、まあ僕が最近一番日常的に着てるダウンジャケットってこれなんですよね。まあなのでこれが第1位かなというところで紹介してきました。最初の12月始まる前とかって僕一応買うものって決めてるんですよ。大体なんかこれ買うこれ買うこれ買うって決めてるんですけど、その時とかはもうちょっとなんですか、このナンガのホワイトレベル正直下の方にあっててそんな期待しなかった。まあ他にはやっぱヒマラヤンパーカーとか上に来るんかなとかって思ってたんですけど、実際やっぱ見たらちょっと物がちゃうでっていうことで、まあ僕のレビュー見てもらって購入された方もいらっしゃると思うんですけど、多分届いて思ったと思うんですね。めちゃくちゃあったかいし、これ9万やったらこれありやなと思った人めっちゃ多いと思うんですよね。まあなので、まあ、ナンガがいいというよりかはナンガのこのホワイトレーベルが良かったかなっていうところで、まあ個人的には思ってます。またね、近々おいおい出す2020年買って良かったものにこれが入ってくるかどうかと言われたらちょっとどうかは分からないんですけど、まあまたねそれも近々見てもらえればなというふうに思います。ということで、まあ今回は番外編なしやったんですけど、次回は年末買って良かったもので、洋服もそうやけど、あと家電とか生活アイテム全部含めたトップ20っていうのを作りたいなと思ってますので、また楽しみにしていただければいいかなというふうに思います。ということで本日はですね、12月に買って良かったもののトップ5を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。